イグナチオ・デロ・ヨラ創設メンバーの一人、フランシスコ・ザビエルは日本にキリスト教を伝えたことで知られる。神戸市立博物館像。イエズス会はキリスト教、カトリック教会の男子修道会。1534年にイグナチオ・デロ・ヨラやフランシスコ・ザビエルらによって創設され、1540年にローマ教皇パウルス三世により承認された。世界各地への宣教に努め、 日本に初めてカトリックをもたらした。なおイエズスは中世ラテン語によるジェスの古くからのカトリックの日本語表記である。16世紀の宗教改革の時代にイグナチオ・デロヨラとその学友によってモンマルトルの礼拝堂で製品と定説、エルサレムへの巡礼の誓いが立てられたのがその始まりである。イエズス会員は教皇の精鋭部隊とも呼ばれた。 このような軍隊的な呼び名は創立者、イグナチオ・デロヨラが、修道生活に入る以前に騎士であり、長く軍隊で過ごしたことと深い関係がある。現代では6大陸の112カ国で活動する2万人の会員がいる。これは、カトリック教会の男子修道会としては、最大規模のものである。イエズス会の主な活動は、高等教育と研究活動といった教育活動であり、 宣教事業や社会正義事業と並んで活動の三本柱となっている。イエズス会の保護者は聖母、マリアの数ある称号の一つである道の聖母。イエズス会の指導者は終身制で総長と呼ばれる。現在の総長はアルトロソサ氏である。会の総本部はローマにあり、かつて本部が置かれていたジェズ教会は歴史的建築物となっている。 略称は SJ であり、中国や古くの日本ではイエスの漢訳が矢であることから矢界とも呼ばれた。ジェズイット教団とも。1534年8月15日、イグナチオデロヨラとパリ大学の学友だった6名の同志がパリ郊外のモンマルトルの丘の中原のサンドニ大衆動員教会堂に集まり、ミサに預かって生涯を神に捧げる誓いを立てた。この日が、 イエズス会の創立日とされている。彼らは製品、締結の誓いとともにエルサレムへの巡礼と同地での奉仕、それが不可能なら教皇の望むところへどこでも行くという誓いを立てた。1537年、一行はイタリアへ赴もき、教皇から修道会の認可を得ようとした。当時の教皇パウルス三世は彼らの高い徳と学識を見て、 まず彼らの死祭除海を認めた。ファーブルは、すでに死祭除海されていたため、他の6名が1537年6月24日に、ベネツィアで除海を受けた。オスマン帝国と神聖ローマ帝国のカール5世の間で行われていた争いのために、地中海を渡ってエルサレムに赴くことができなかったため、彼らはとりあえず、イタリア半島に留まって、説教をしながら、 奉仕の号に専念した。1538年の10月、ロヨラは、ファーブルとライネスの二人を連れて再び、ローマを訪れ、会見の許可を願った。審査した、数期協会の面々は、ほとんどが、好意的にこれを評価したため、教皇パウルス三世は1540年9月27日の、会直、レジミニミリタンティスで、イエズス会に、正式な認可を与えた。 この時、与えた唯一の制限は、会員数が60名を超えないようにということであった。この制限も1543年5月14日の会直、インユンクトゥムノビスで取り払われた。ロヨラは、会の初代指導者に選ばれ、会員たちをヨーロッパ全域に、学校や神学校設立のために派遣した。会が発展するに伴って、 イエズス会の活動分野は3つに絞られていった。第一は、高等教育であり、ヨーロッパ各地で学校設立の願いを受けて、イエズス会員は低手あまたであった。イエズス会員は、進学だけでなく、古典文学にも精通していることが特徴であった。第2の活動分野は、ヒキリスト教徒を信仰に導く選挙活動であった。第3は、 プロテスタントの拡大に対するカトリックの防波堤になることであった。イエズス会員の勢力的な活動によって、南ドイツやポーランド、オーストリアなどのプロテスタンティズムは衰退し、カトリックが再び復興した。ロヨラが1554年に改定した会見では、イエズス会が総長をトップとする組織であることが明記され、教皇と会の頂上への絶対的な従順を、 会員に求めた。彼のザウの命はイエズス会の変わらぬモットーとなった。それは神のより大いなる栄光のためにである。これはどんな活動でも良い意志を持って精力的に行えば必ず神の国のためになるという精神を表している。イエズス会が創立されたのは対抗宗教改革の始まる直前であった。イエズス会が プロテスタントに対抗して創設されたと言われており、教皇に対する忠実というイエズス会の精神から、会員たちは活動を通して人々にカトリック信仰を堅持させることに成功した。あくまで誇張した表現ではあるが、ロヨラは教皇への忠実を一家のように表現する。教皇への服従を唱えながらも、ロヨラと初期の会員たちは、 当時のカトリック教会には改革と刷新の必要があることを十分に理解していた。イエズス会員たちはプロテスタントへの攻撃などという表面的なことでなく、まずカトリック教会の内部に目を向けることの重要性を認識しており、教会にはびこる汚職、不正、霊的検体を激しく批判した。その結果、教皇への忠誠を誓うイエズス会員たちが、教皇や、 教会の行為聖職者たちと揉め事を起こすという皮肉な事態に陥ることもあった。ロヨラによればカトリック教会の改革の基本は一人一人の内的改心にあった。イエズス会員たちは個人の改心のための方法としてロヨラの編み出した霊的指導をいわゆる霊ミサを用いた。霊ミサをは沈黙のうちに行う一ヶ月の木葬のプログラムでこれを授かる者は 毎日異なるテーマについて目想し、被災による定期的な指導を受けながら、神が自分に望まれていることは何かを考えていく。レーミサオは、清めから照らし、統一へと進むヨハネカシアヌスと砂漠の恐怖たち以来の神秘主義の伝統に則っ,っている。ロヨラのレーミサオは、神秘主義の目想の伝統に即しながら、一般の人が実生活の中で行えるように、さらには、 カトリック教会の内的刷新に貢献できるようにデザインされていることに意義がある。ルネサンス後期におけるイエズス会の意義は世界宣教だけでなく主要な任務として大学と高等教育機関の運営に積極的に取り組んだことにある。1556年のロヨラの聖居時までにイエズス会はすでに3つの大陸で74の大学を運営していた。 自由教育の先駆けとして知られるイエズス会の教育方針はルネサンスの人文主義者が発展させた当時の新潮流である古典研究とカトリック教会で長年にわたって研算されてきたスコラ学を無理なく融合させたものとして大きな意味を持っていた。世界のイエズス会の統一教育指針となったラツヨ・ストゥディオールムは信仰教育だけでなくラテン語、キリシア語及び 古典文学、詩文、哲学、非ヨーロッパ語、科学、芸術の学習を課した。それだけでなく、イエズス会学校ではその地域特有の言葉の文学、および修士学の学習を奨励した結果、各国における法律家や観光理の重要な養成施設となった。教育事業によって、イエズス会は、ポーランドのようなプロテスタントが急速に普及していた。 地域をカトリックに回帰させることになった。現代でも世界100カ国以上にイエズス会の経営する学校がある。目に見えるものや芸術を通して人間は神と出会えるというカトリック教会の伝統的思想に従い、イエズス会では儀式や装飾の利用が奨励された。美術や音楽の重視というのは当時のイエズス会員の際だった特質であった。 強い信念と深い教養を持ったイエズス会員は各国の王族から霊的指導者として招聘されたため近代ヨーロッパの政治状況に大きな影響を与えることになった。また、イエズス会が政務日課の教唱など当時の修道会で常識とされていたことを会員に課さなかったことで会員たちはより自由な活動が可能になった。イエズス会員と日本人 イエズス会は当初から世界各地での宣教活動を重視し、優秀な宣教師たちを積極的に派遣した。最も有名な宣教師はフランシスコ・ザビエルである。彼は西インド植民地の高級管理たちの霊的指導者になってほしいというポルトガル王の要請に従って1541年にインドのご愛を赴いた。ザビエルはインドで多くの信徒を獲得し、 マラッカで出会った日本人や次郎の話から日本とその文化に興味を覚えて1549年に来日、2年滞在して困難な選挙活動に従事した。彼は日本人へ精神的影響を与えるために中国の選挙が不可欠という結論にたどり着き、中国本土への入国を志したが果たせずに逝去した。16世紀のイエズス会士たちは、 中国と日本への選挙の拠点としてマカオを利用した。日本でのイエズス会事業は、ルイス・フロイスやグネッキ・ソレディオルガンティの、ルイス・デアルメーダといった優秀な選挙師たちの活躍で大きく発展した。日本人初のイエズス会師は、薩摩国出身のベルナルドで、彼は日本人初のヨーロッパ留学生として、ポルトガルに渡り、1553年にリスボンで入会して、 修道士となった。1561年には、ビワー帽子であった、ロレンソ両祭が入会。有名な天照剣王少年施設を計画したのは、イエズス会の東洋管区の巡察士、アレッサンドロ・バリニャーノであった。1580年に、大村住忠が、長崎の統治圏をイエズス会に託したことは、長崎をイエズス会専用の港にすることで、 南蛮船がもたらす貿易利益を独占しようとした大村住田だと戦乱の影響を受けずに安心して使える港を探していたイエズス会の両者の利害の一致によるものであった。しかし、これをスペイン・ポルトガルによる日本征服の第一歩ではないかと疑いの目を向けた豊臣秀吉は1587年にバテレン追放令を発布し長崎を イエズス会から取り上げて直轄領とした。最終的に、江戸幕府による近況令によって、宣教師と協力者たちは処刑、追放となり、商法元年、満所小西の殉教を最後に、日本人司祭も存在しなくなり、江戸時代にイエズス会は日本での活動を終えた。イエズス会内部には、アメリカ大陸と同様に、武力による日本、民国の征服を主張するものもあった。 アレッサンドロ・バリニャーノなども、書簡でこの考えを述べており、九州のキリシタン大名を急行し、長崎を軍事拠点とする計画であった。サンフェリペ号事件の後では、武力制圧計画が再度持ち上がった。パラグアイのラサンティシマ・トリニダーデ・パラナ伝道所遺跡アメリカ大陸におけるイエズス会の宣教活動は、ヨーロッパ諸国の利害と関わってしまったため、 内政干渉という口実で様々な議論を巻き起こすことになった。ドミニコ会やイエズス会は主として当時のアメリカ大陸でネイティブアメリカンの権利を主張し奴隷制に抗議していたからである。イエズス会員はキリスト教徒になったインディオをタブ族やヨーロッパの奴隷商人の襲撃から守るためブラジルとパラグアイに保護統治地を作った。インディオは保護しようとする。 イエズス会員は、スペインとポルトガルの奴隷商人及び、そこから利権を得る政府交換にとって目障りであったため、後にポルトガルからイエズス会への迫害が始まることになる。マヌエル・ダ・ノブレガや、ジョゼ・デ・アンシエダは16世紀のブラジルでインディオ相手に、宣教、教育事業を行いながら、いくつもの町を作った。その中には、サンパウロ、 リオデジャネイロなどの地に大都市になったものも含まれている。17世紀には、エウセビオキノが、ヌエヴァ・エスパーニャ北部のソノラ砂漠に、砂漠の白い鳩と呼ばれその美しさが称えられている、アリゾナ州通村近郊のセーザビエル、電動協会などの多くの電動所を設立した。また、エウセビオキノは当時島だと信じられていた、バハカリフォルニアが半島であることを証明した。 中国におけるイエズス会の活動は、天礼論争を生むことになり、後に問題の本質から離れて、イエズス会への政治的攻撃の道具とされた。また、ヨハネスグリューベルとアルベールドルビルは1661年に、北京から大御港を経て、ラサにたどり着き、同地に滞在後、カトマンズからアグラに至った。彼らは初めて、 チベットの実情をヨーロッパに伝えたことで知られている。宣教地で働くイエズス会員たちはその土地の文化や言語の学術的研究を進めヨーロッパに紹介した。例えば1603年に発行された日報辞書は非常に画期的かつ好感な内容で現代においても17世紀の日本語の貴重な研究資料になっている。他にも南米では ピグアラニゴ辞典なども作られているヨーロッパ諸国がナショナリズムを強め、王権のもとに国をまとめていこうとしたとき、国境を越えて自由に活躍し、強行への忠誠を誓うイエズス会の存在が目障りなものとなっていた。イエズス会への弾圧は18世紀になると急速に進み、ポルトガルがイエズス会員の国外追放を決めると、フランス、スペイン、ナポリ王国、 両シチリア王国、パルマ公国もこれに習った。列強は、教皇クレメンス13世にイエズス会を禁止するよう圧力をかけたが、教皇はガンとして聞き入れなかった。だが、イエズス会を保護し続けたクレメンス13世が、救世し、次の教皇として、クレメンス14世が着座すると圧力は、一層強まり、教皇はイエズス会を取るか。 ヨーロッパ諸国と教皇庁との関係を取るかという究極の選択を迫られることになった。このような経緯を経て1773年7月、クレメンス14世は、会直、ドミヌス学、レデンプト了を発して、イエズス会を禁止した。ただ、ロシアにおいて、イエズス会の貢献を高く評価していたエカテリーナ2世が、イエズス会禁止の会直の発布を拒否し、教皇も、 列強の圧力に屈しはしたもののイエズス会を完全に潰すのは忍びないと思っていたため、イエズス会はロシアにおいて細々と存続し続けることができた。また、プロイセン王フリードリヒ2世も自国へのイエズス会史の亡命を許可し、カトリック系の学校の教師として歓迎している。1814年に教皇ピウス7世の小書館カトリケフィデーによってようやく、 イエズス会の復興が許可された。復興後のイエズス会は急激な成長を遂げた。そのことは多くの学校が19世紀に設立されたという事実からもわかる。例えばアメリカ合衆国にある28のイエズス会大学のうち22はこの時期に創立されたか、あるいは他から引き取ったものである。弾圧を受けたことで、 イエズス会の中で正当な権威というものに対するこだわりが強まったという指摘もある。もちろんこの指摘に対しては異論もあるが、外してイエズス会員には強行への忠実という意識が強く存在し、19世紀にウルトラモンタニスムと呼ばれた人々の中に名を連ねた者も,も多く、第一バチカン公会議における強行不可ビ説の宣言の理論的枠組みを作った者も,もいた。 スイスでは19世紀に起こったカトリック諸州とプロテスタント諸州の間の紛争の後、1848年憲法によってイエズス会の禁止が決定された。この禁止令は1973年5月20日に国民投票によって廃止が決議されるまで存続した。20世紀はイエズス会にとって発展と衰退の両面を示す世紀となった。 カトリック教会全体の数勢に従って、イエズス会員の数は1950年代にピークを迎え、囲碁緩やかに減少していった。会員が減少したにもかかわらず関連施設は増加し、協力社会の会員数も増えた。20世紀の著名なイエズス会員の中には、第二バチカン公会議のデザイナーとも呼ばれる、ジョンコートニー・マレーがおり、彼は同会議の文書の一つ、 信教の自由に関する宣言の総稿を書いたことで知られる。第266代ローマ教皇フランシスコは史上初のイエズス会出身のローマ教皇である。教皇、フランシスコの紋章。青のフィールドにイエズス会の太陽の紋章。それに、マリアの象徴としての星とヨセフの象徴としての間、松の果実を拝している。前のベネディクト16世と同様に、 三重館の代わりに、ミトラをいただいている。イエズス会は、会員数2万人、活動地域は6大陸の112カ国に及ぶ、世界で2番目に大きいカトリックの男子修道会で、ある。会の活動は宣教、教育、社会正義など広範な分野にわたるが、特に有名なのは依然として、高等教育である。世界各地に、イエズス会の大学と高等教育機関があるが、 現在この分野で最も活発なのはインドとフィリピンであろう。各地のイエズス会学校は、所在地の文化に適応した教育を行っているが、人生のモデルとしてのキリスト、生涯教育のスタートとして、知的、霊的教育という共通の教育目標を掲げている。ラテンアメリカでは解放の進学の熱心な推進者として、多くのイエズス会員が知られている。 解放の進学は時に微妙な政治の領域へ踏み込む危険があるため、カトリック教会において物議を醸してきた。教皇ヨハネ・パウロ二世は数度にわたってその行き過ぎを非難している。アルゼンチンでの汚い戦争と呼ばれる軍政期の1976年に解放の進学のイエズス会士二人がアルゼンチンに赴いたものの海軍により拉致され拷問を受けることとなった。 当時のイエズス会アルゼンチン管区長のホルヘマディオ・ベルゴリオは政府要人と接触し二人の解放のための交渉をし実現にこぎつけた。しかしベルゴリオの管区長としての軍政下の非政治的な態度は彼が2013年にローマ教皇に選出されると賛否が分かれた。ペドロ・アルペ総長時代イエズス会の活動テーマとして社会正義と 社会的弱者への優先的配慮が掲げられた。オスカル・ロメロ司教暗殺から10年ほど経った1989年11月16日、イエズ・ス会の6司祭と家政婦をしていたエルバラモスと、その娘、セリアマリセララモスが、エルサルバドル軍兵士によって、中央アメリカ大学の校内で殺害された。彼らは、貧者の保護者であったため、政府から、 破壊活動を先導しているというレッテルを貼られた上での殺害であった。この事件はイエズス会全体の社会正義運動に対する意識を高め殺害した兵士たちがアメリカ合衆国のジョージア州の基地で訓練されたことからアメリカ軍に対する抗議運動へと発展することになった。2002年にはボストンカレッジの総長でイエズス会員のウィリアムリーハイが カトリック教会を危機を超えて再生へ向かわせると歌った21世紀プログラムを発表した。その中ではカトリック教会の検討すべき課題として、被災の独身性、女性の役割、信徒の役割などが取り上げられた。2006年2月2日、ペーター・ハンス・コルベンバッハ総長は教皇の了承のもと80歳を迎える2008年に総長を退任すると発表した。 2008年1月5日からローマで行われる第35回イエズス会総会では新総長の選出が行われることとなった。イエズス会総長は就身制だが自主的な退任も可能であると会見に定められている。2006年4月22日、イエズス会の守護者である聖母の祝日に教皇ベネディクト16世はローマを訪れた。 イエズス会員たちに対して送った言葉で、イグナチオ・ロヨラ、フランシスコ・ザビエル、ピエール・ファーブルのような、優れた生成の人を源流とする、イエズス会の存在に感謝した。彼はロヨラについて、まさに神の人であり、祈りの人であった。彼の存在の根源にあったのは生体への深い、信心であったと語った。2008年1月15日、ローマで開かれていた第35回。 イエズス会総会において、前述のコルベンマフ派総長の退任に伴い、日本の上智大学に学び同行において、教鞭を取ったこともある、スペイン人大使、アドルフォ・ニコラス神父を新総長に選出。広島での活動が有名で、上智大学で教鞭も取っていた28代、ペドロ・アルペ総長に続く、日本に縁の深い人物の総長就任となった。 2013年3月13日、2月28日のベネディクト16世の退位に伴い前日12日から開幕したコンクラーベにおいて、イエズス会出身のホルヘマリオベルゴリオスーキ教が第266代ローマ教皇に選出され、教皇フランシスコを名乗る。フランシスコは3月16日のメディア向け会見の席上、教皇名を選んだ際のエピソードとして、 冗談と前置きした上で、君は、クレメンス15世を名乗るべきだそうすれば、クレメンス14世に仕返しができるじゃないかと、言われましたと述べ、出席者の笑いを誘った。フランシスコはまた強行選出後、ニコラス総長から届いた、イエズス会からの祝いの言葉の返礼のために、ローマのイエズス会本部に直接電話している。イエズス会員の要請は、霊的要請、知的要請、 死亡活動要請の3つの分野からなる。イグナチオ・デロヨラはルネサンス人であり、会員たちにどんな仕事でもすぐにできるようあらゆる分野での準備をしておくことを求めた。死災要請には通常10年から12年かかる。要請にはいくつかの段階があるが、要請に先立って置かれるのが主眼期という時期である。主眼期にはその人物が霊的指導を受けながら、 イエズス会員にふさわしいかどうかが慎重に調べられる。志願期を終えた後で、ようやく養成の正式な第一大会である、修練期に入る。2年間の修練期では修練員で暮らしながら、霊ミサを受け、イエズス会の歴史や霊性について学ぶ。同時に、イエズス会の使徒職を実際に手伝うことで体験する。修練が終わると、発生願を立てる。生願とは、 カトリック教会の修道者が建てる従順、製品、締結の三つの誓いのことである。誓願を立てた後で進学の勉強を継続して、被災職を目指すか、修道士になるか選ぶことになる。修道士を目指す者は、それぞれの希望や適性に応じて、専門性の高い勉学を行う場合も多い。被災職を目指す場合、以下のようなコースを進むことになる。まず、 哲学と進学を学ぶ。次に、実地課程という期間が2年あるいは3年間あり、実際のイエスス会の使徒職に従事する。その後さらに進学の勉強を深め、助会を受ける。助会後の数年間支部における活動に従事した後で、再び養成支部に戻り、第3修練と呼ばれる期間に入る。これは、文字通り修練期の内容を、実際の体験を通して、 さらに深める期間である。この期間に1ヶ月の霊味さを再び授かることで、霊的にもより深められる。常に世界のどこでも活動できることを求める。イエズス会において、現代の会員たちは、英語の習得が求められている。英語が母語である会員にはスペイン語の学習が求められる。イエズス会は近代において、プロテスタント側のみならずカトリック側の人間からも、 様々な陰謀の首謀者と目されることが多かった。イエズス会員を表す言葉が、しばしば陰謀好きな人、ずる賢い人という意味でも用いられるのは、その名残である。イエズス会は、より大いなる善のためなら、どんなことでもするというイメージを持たれており、そのため教皇や各国元首暗殺、戦争、政府の転覆など、あらゆる陰謀の犯人とされた。さらに、 イエズス会の組織の強力さとその影響力の大きさのゆえに教皇とバチカン四国を影から操っているのは実はイエズス会総長であるという噂がまことしやかに吹聴されてきた。フィクションの中でも陰謀の数軸としてのイエズス会がしばしば強調される。デュマのダルタニャン物語ではイエズス会の管区長となるためには 世界を揺るがすほどの秘密を持っていなければならないとされ、フランス王ルイ14世に、うり二つの双子の弟がいるという重大な秘密を握っていた三十師の一人アラミスが管区長となる。管区長アラミスは、その秘密を用いて、フランス王を双子の弟と取り替え、自らの区物にしようとするのである。イエズスカイが陰謀の首謀者とされている代表例の一つと言える。 現代においても、イエズス会員について過度に進歩的であり、特定の話題において、教会の公式な教説に反することを説くことがあると批判されることがある。例えば、人工妊娠中絶手術、被災の独身性、同性愛、奴隷貿易及び、解放の進学などの話題が、それにあたる。ロヨラやザビエルなどの創立メンバー以外にも、イエズス会には、 多くの著名人がいる。イグナチオ・デ・ロヨ・ラ・ディエゴ・ライネス・フランシスコ・ボルハ・エベラール、メルキュリアン、クラウディオ・アクアビー・バ・総長としての在位期間は、史上最長。ムツヨビ・テレスキ、ヴィンチェンツォ・カラハ・フランチェスコ・ピッコロ・オミニ・アレクサンドロ、ゴッティ・フレディ選ばれて、すぐ聖居。ゴスビン・ニッケル・ジョバン・ニ・パオロ・オリバ・シャルルドのアイエル、ティルソ・ゴン・サレス・ミケランジェロ・タンブリーニ・フランティ・シェクレッツ。 イニャーツヨ・ビスコンティ・ルイジ・チェントリネ、ロレンツオ・リッチ・イエズ・スカイが禁止になり、サンタンジェロ城に遊兵される。タデウス・ブルツ・オツフスキ、ルイジ・フォルティス・ヤン・フィリップ・ローターン・ピーテル・ベックス・ワントン、アンデル・レディ・ルイス・マルティン・フランツ・ベルンツ・ブロディミール、レドホフスキ・ヨハネス・バプティスタ・ヤン・センス・ペドロ・アルペ・ナガク、日本で働く。医学を学んでおり、原爆投下時の広島に居合わせたため、会員を率いて、 救護活動に当たった。ペーター・ハンス・コルベンバッハードルフォ・ニコラス1936年スペイン、生まれ。過去に日本管区長を務め、上智大学で進学を教えていた。また、東アジアでの布教、私牧活動を長期間行った。アルトロソサー・バスカル発の欧州外出身総長。1948年ベネズエラ生まれ。政治学博士として、ベネズエラ中央大学で、 ベネズエラ政治史を教えていた。政治学に関する様々な研究を行った。イエズス会は高等教育を使命とし、長きにわたって世界中で高等教育機関を運営してきた。イエズス会学校は数多く著名な卒業生たちを輩出している。いくつか挙げると以下のようなものがある。セイングな中央教会1908年に再来日した。 イエズス会は現在、日本で以下のミッションスクールを運営している。また、広島教区や東京の麹町教会などにおける、私牧を担当している。ローマジェズ教会学校や教育機関だけでなく、イエズス会は世界各地で、聖堂や教会を混流しており、歴史的に価値のあるものが多い。ありがとうございます。